2020年夏のオリンピック開催地が決まる9月の IOC 国際オリンピック委員会総会前の最後のプレゼンテーションに向けて、東京など3つの都市が公式リハーサルに臨みました。こういった東京の魅力がありますよってことを説明するので、それをパッション込めて。非公開で行われた2時間のリハーサルには、IOC の公用語のフランス語でのアピールに期待がかかる滝川クリステルさんに加えて、東京都の猪瀬知事やフェンシングの太田選手らが参加しました。リハーサルではプレゼンの流れや質疑への対応などを確認したということです。発音にしても間であってもやることはたくさんあると思いますので、はい、ただ知事は完璧でした。太田選手も完璧だったね。日本時間の3日に行われるプレゼンには麻生副総理も登場し、東京での開催を訴えます。今スペインの皇太子が会場に到着しました。マドリードは皇太子自らがプレゼンテーションを行い、 IOC の委員へアピールするということです。東京のライバルマドリードのラホイ首相も当日は会場に駆けつける予定です。